馬仙流コンテスト優秀賞入選作品結果発表。優秀賞、甘いのは若いうちだけバニラか、つぶやきおじさんさん。入選、バーくれる小遣いバイトより多く、ゆりの花さん。バババババ5つ掛け持ちバニックに SSNH さん。転職と伴侶見つけたバイト先とも子1967さん。国籍がみんな違っているシフト、まここしゃんさん。猫カフェのバネコを撫でていたわられ、夢みさえさん。お願いです、時給に達してこの笑顔、ポッターさん。飼い猫がバイトしている YouTube、ダンデライオンさん。シフト変えてまでイチャつくバカップル、ヨミーさん。春休み終わって散ったバイトラブ、ユウさん。定年後年金足らず爆発する、チャーリーさん。ライバルは同期入社のセルフレジ、のびでさん。アルバイトなのに客から罵声浴び、ケンさん。リタイア後クールダウンのようなバイト、泉心さん。バイトから帰ってからも皿洗い、豆腐ボーイさん。売れっ子のような掛け持ち場の移動、テラリュウさん。職業は操縦士だと着ぐるみ場、つぶやきおじさんさん。闇の中ジェダイ気取りで誘導員、つぶやきおじさんさん。場にもある愛車精神時給分、ダダッコさん。もらいたいバックヤードでキックバック、まここしゃんさん。当てられて教授に叫ぶ、喜んで、テラリュウさん。隙ありと空いた時間にバイト詰め、まここしゃんさん。馬先いる猫ロボたちを飼いならし、アキソルさん。賃金は星空だったバイト冬、大野みなみさん。川柳投稿丸選のコンテストに1293句の投稿ありがとうございました。